はい、まず最初に監督さんのお名前と、チームのお名前をお願いします。西小岩フェニックスの森田と申します。はい、チームを創設どのぐらいになるでしょうか。今年でちょっとまだ浅いんですけど、5年です。そうですか、はい、なんかいきさつみたいのはございますか。まあ、一つの小学校に2チームありまして、はい、まあ、子どもたちも少なくなっているということで、はい、その2チームが合併したのが5年前。あ、そうですか、はい。練習の日時とかはどうなっているんでしょうか。練習は基本土日で、グラウンドで、やっております。はい、場所は大体どのあたりでやってますか。もうここ の、 江戸川河川敷。江戸川河川敷ですか。はい、今年と去年の主だった成績を教えてください。まあ、今のところちょっとまだ大した成績が残せてないんですけども、はい、各リーグにちょっと出場させていただいて、はい、おりまして、まあ、試合数はかなりありますけども、もうちょっと成績の方が、はい、ここは江戸川区はね、多分東京一レベルが高いところですから、なかなか大変だと思います。基本的なチームの考え方を教えていただけますか。まずはですね、はい、やはり野球を好きになってくれるような子たちをこう育てるのと、またやっぱり挨拶ができるですね。もうその辺は基本だと思うので、その辺からやってます。部費とかは大体どのくらいかかってるでしょうか。部費は一月、1500円だったっけかな、はい、それぐらいですね。合宿とかはやられてますか。うわ、今のところやってません。はいはい、選手はですね、低学年、高学年合わせて何人ぐらいいらっしゃるんですか。全部で19名です。19名ですか。練習試合での極刑のお手伝いとかは必要とされてますか。いや、お手伝いしていただいてます。体験参加などはされてるでしょうか。やってます、随時、はい。最後になりますけども、はい、監督さんをされててよかったこと、はい、悩んでること何かありましたら教えてください。やっぱりもう私も野球が好きでやってますんで、子供たちとこうグラウンドで野球ができるっていうのは幸せなことだと思いますし、悩みはね、一番の悩みは子供が少ない。あ、やっぱりそうです。選手が少ないと思うんですね、はい、いや、選手のこう連れてくるのに大変だと。そうですね、はい、今日はこれから決勝ということで、はい、また頑張ってください、はい、ありがとうございました。